めっちゃ早え。一回見つかったらもう無理かな、これ。待ってくれ、待ってくれ。でもこれさ、もう一番下に行ってからさ、やればいいんじゃないの？ダメなの？一番下に行ってからさ、どうせ下に来るんでしょ、だって。で、行っちゃえばいいんじゃね、これ。行っちゃえばいいじゃん。窓には鍵がかかってる。なんでな。道具を使って窓ガラスを割る。道具？道具とは。どっかに道具があるの？今しゃがんでる。ここでバレんのかな？木の裏にいるけど。しゃがんでればバレないのかな？え、バレたやん！待って。待って。ちょ、ピャー！階段からすぐ見られないように。ちゃんと閉まって。で、一回ここまで来て、あいつが戻るときに何か落とすかもしれんしね。光ってるのあった、マジで？嘘。でも結構ここまで来て、今しゃがんでるよ。木の裏にいるよ。さっきまでしゃがめてなかったかもしれん、もしかしたら。あの、押しっぱなしにしないと、しゃがめてなかったのかもしれん。上の方光ってた、マジか。マジかよ。後ろってバレんのかな？後ろバレないか。あ、ほんと光ってる、光ってるじゃん。あれ、最初からあった？あれ。あの光。あれな、あれな。オッケー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 。よしよしよし。オッケーあるね。よし、これな。棍棒を見つけた。棍棒。え？はい、武器の攻撃。背後から不意打ちに効果的。障害物の破壊にも使える。武器の装備中に Z キー。装備中に X キーを押すと装備解消。チェック。物理攻撃で殴ることができる。不意打ち推奨。へぇ、ユース。何ボタン？なるほど。じゃあセーブしとこうか。セーブできなーい。でも今殴んなくていいよね。だって触れたら一撃死だったっすよ。うわ、なんか変なボタン押しちゃう。メニューキーだからか。 A を押したままメニューキーを押さなきゃいけないからタイミングずれるとね。 OKOKOK。 メニュー開いちゃうのか。で、おお、割った割った。よしよしよし。うー、怖え。 OK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 。 木製の机だ。やっといけたぞ。古い書物が入っている。プラモデルがある。のんきに調べてる場合じゃない。ちょ、セーブ。オッケー。でも攻撃もできるんだな。さすが肉弾戦。得意なだけある。大きな音が鳴ったけど。追いかけてきたらどうしようかと思った、あいつ。お！ビビった。部屋の窓だったんだね。俺も何の窓かわかんなかった。うぅ、ヒュー。小暮さんが泣いてる。ヒュー。ハワワー。ん？おばあちゃんじゃん。はるこちゃん。はるこちゃんが、え？え？途中まで一緒にいたのよ。一緒にいたはずなのにいなくなってて。はぐれたのか？おばあちゃん。やっぱ来るんじゃなかった？いましたか？山賊の棟梁。ダメだ。近くにはいない。肌見せすぎでは。そうですか。父見えるぞ、これ。今日はもう諦めよう。ダラのことも気がかりだ。この日一日でいろいろ起こりすぎた。
だからやんなっつったのに。諦めるですって、ちゃんと探しに行ってください。無理やり連れてこられたのに。すまんな、カジロの。もう我々にそんな余裕はないのだ、こいつら。無理やり連れてこられたのに。カンカンダラだ。何者かが封印を解いたのだ。この村は正気に汚染された。そんなの知りません。あなたたちが行かないというのなら私一人で探しに行きます。どけ、落ち着くのだ。バシ。せめて朝まで待て。日の光が差せばまだ状況も変わる。悔しいが今は奴らの領域なのだ。あの子はきっと大丈夫です。私、あなたが外へ出て戻ってこない方が心配です。何を根拠に大丈夫って言ってんだこいつ。ネットかけてる、ネット。汚水よ、よいかみな。今日のことは全て口外するな。至急村人たちを避難させろ。上役に連絡を取った。まずはそれからだ。上役、自分が上役じゃないの。何様だよ。ネット、ハルコ。ハルコちゃん知ってる？ああ、あの忘れ形見か。熱湯の汚水を、煮沸消毒した汚水を口に流し込んでやろう。うわっ！あ、ハルちゃん生きてる。2日目、初日だったのに。さっき格闘タイプかな。さっきの棟梁。え、ハルちゃん寝てる？お、寝てた普通に。おはよう。え、なになに、監視されてる？なんか徘徊してるね。スニーキングミッションか。スニーキング始まったっぽい。え、昔の人なの？昔の人？昔の人って何？念視モード。遠くのものを見通す力で敵に発見されず散策することができます。なんだと？セーブ推奨ハス。セーブと。ハルちゃん何でもできるね。チェック。過去の記憶を探ることができる。チェック。視界を飛ばして周囲を探索することができる。キーボード S ボタンでそのまま心眼モードへ移行可能。心眼モード。 L1 ボタンか。待って待ってね、ここ調べさせて。空っぽ、かわいい。ボロボロに崩れている。物置のようだ。扇風機、夏になったら取り出すのかな。使われてない食器がある。行きます。浮遊霊、部屋またげるんだ。なんか触れるとなんかビクビクするんだけど。怖っ。走ることもできる。とりあえず左の部屋に一人いるね。廊下には今いないんだね。右の方は、右の方も奥にしかいないか。ここは、ここ行けるね。探索できるけど物とか取れないよね。オッケー。お、わかる。黒電話横にいるから、こっち行っていい？で、よし。これすごい便利。食べ物入ってない。みかんじゃなくて空き缶ばかり入ってる。果てしない闇だ。距離見てなかったね、そういえば。充電器のようだ。持ってこうぜ。電話を鳴らして誘導する。何？今おばあちゃん探さなきゃ。電話を鳴らして誘導ね。漢字読めないよ。かわいいからよし。待ってね。これもう使えんのかな？充電器だから携帯はないのか。オッケー。で、待って。このモードになって、右には行けない。で、上にちょっと見てみようか、上を。暗いなぁ。右は何もなし。お！上人いないね。携帯か？おや？扉か？上人がいない。ぞ？うん、上人がいないな。上に行こう。よし。肝が座ってる。上行ってみようぜ。左見てないな、一階の。まあよし。これ携帯じゃない？あ、え、ここじゃん。携帯を見つけた。よしよしよし。明かりだ。携帯落としたのか？小暮さん。
あんなスマートにいてて。これ小暮さん来たとこだよね。窓ガラス割れとるし。あ、プラモデル。プラモデル知ってるのかい？いけない。行動力がすごいね。こっち。ボロボロの鍵かかってる。今にも崩れそうだ。鍵かかってる。あれ鍵かかってたっけ？あれ？待って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 。鍵かかってるとこも入れるのか？でも左は入れないんだ。なぜ？なるほどね。待ってね。こっちの左は？左いるね。いるから、多分これバレるよね、この距離は。さらに左。玄関は？出れない。よし。ん？あ、びっくりした。ちょっとタイムラグあった。で、セーブして、怖いからね。で、ここに、パカパカ携帯だ、これ。小暮さん、パカパカ携帯。チェック。新しい、また、真新しい携帯。ストラップに小暮と書かれている。え？小暮さん、ストラップに小暮って書いてんの？え、そんなキャラなの？小暮さん、ストラップとかつけるんだ。そして自分の名前書いとくんだ。よく落とし物するのかな？持ち物全部に名前書いてます。小暮です。チェック。ユース。そんなキャラなの？びっくりですよね。笑うわ。ガラケーだし、ストラップつけてるし、名前書いてるし、電話かける。え？電話。2、4、6、7桁。電話番号。8桁だったら俺の生年月日入れるとこなのに。え。電話かける。110は ?110。これ、110なってる？誰かの電話番号を知らなきゃいけないのか。でも7桁ってことはそういうことだよね。電話番号どっかから得なければいけないか。こっち右行けないもんね。変なおじさんこの能力持ってたらやばいね。黒電話だ。あ、やばい、こん中人は、ジャバーご、ごめん、ごめん、忘れてた。普通に探索してた。これの状態でサイコメトリーできないよね。無理だな。これかな。書きかけの手紙。これは調べれるんだ。ご無沙汰しております。吉岡です。あれから母の具合は変わりないでしょうか？ご連絡先を教えていただけませんでしたので、いませんでしたので何かありましたらここへかけてください。372-5958。ごめん、これ調べれてた。触れないと思ったもの。見ることはできるんだね。皆に、国小屋。皆に国小屋。いけたわ。探索不足だった。あれ？よし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 。これでかけれるか。覚えたぜ。電話かける。み、あ。みーなーにー、こーくー、こくこや。よし。覚え方。でい、これでどこに電話かけた？そこにいるね。え、これでいける？待って、これでいけんのかな。でも早く行かないとあれだよね。いたずら電話って気づくよね。いけた。これいける？こっちもいけんだ。最後まで取りなし。すぐ帰ってくるね、絶対これ。引き出しに包丁が入っている。コンロに近づいちゃダメっておばあちゃんが言ってた。ご飯食べる気になれない。ゴミが入っている。古くなった壁が崩れている。何？出れた！マジか。後ろ通ったのに。もっと家の中で頑張るかと思ったけど、すぐ出たね。後ろ通ったのに気づかないっていう。音でかいね。電話の音。なんか銃置いてない？ショットガンみたいな。机に。おばあちゃんどこ行ったの？おばあちゃんパートかな？次は。
中川亮介、誰？初見ですか？棟梁？あー、そうか。あれだ、班長だ、班長。特務課の金森さんですか？情報収集担当。はい、また事件です。カジロの祖母母から、ん？あ、違う。お祖母から。なんで言うんだっけこれ。おばあ様から特務課へ緊急の連絡サインが入ってました。緊急の連絡サイン、サインを送り合っている。詳細はメールに付属しましたので確認よろしくお願いします。祖母母、ご祖母か、ごめん、ご祖母。丁寧な言葉難しいぜ。ネクタールの仕業か。おばばかな。おばば。カジノ家のおばばから。ここまで派手に動けば確実に潰されるぞ。何を考えている。はあ、今来ていらっしゃい。寝ながら聞いてやって。おばばから電話だ。行かねば。あ、小暮さんだ、またおばば。失礼。みんなのおばば的存在なのかもしれん。またいるぜ、このキョンシーみたいなの。顔が真っ白だもんね。これがカンカンダラなの？うん。クソ、しつこいな。こんな武器じゃダメだな。一度荷物を取りに戻るか。お、セーブ推奨、はい。ありがとう。助かるぜ、そのアナウンス。セーブと。小暮さん、かっこいいね。丸太がある。みんな丸太持ったか。最強の武器じゃないか。何も置かれてない。丸太があればドラキュラにも勝てる。小道具が保管されている。こいつで頭かち割ってやろうかな。何、瓶？ろくなもんないな。物置小屋として使われているようだ。うん、いなくなったな。ここはいけないと。荷物を取りに。どこに荷物あるんだろう。レアな自動販売機だ。何が売ってるんだろう。重そうな荷物が積まれている。何か使えるものはないのかよ。味噌汁とか売ってんのかな。丸太最強。あ、左行けない。じゃあ右行こう。いい感じも好きです。面白いよね。え、何あれも敵。軽トラックが停車してある。え、これが使えれば楽なんだかな。びっくりした、軽トラで来たのかと思った。小暮さん、ブーン、軽トラを飛ばしてきたのかと思った。これあれか、気絶させんのか、不意打ちか。待ってね、アセブできない。今です。え、煙になった。え、なになに、煙になったよ。これでいける。怖、びっくりした。いいね、今の戦えるのっていいね。今装備してるから。幽体離脱、えいっ、よし。強い強い。こいつはご機嫌な武器を手に、なんか乗れた、柱に。これダメなやつ、あのバイクかな。今だ、えいっ、よし。これバイクに見えたけど違うんだ。おらおら、ここには入れない。これでしばらくしたら元に戻んのかな。いけない。どこまで行けばいいんだ。声高。えいっ、くそ、二人いるぜ。え、どうしようこれ。え、これ無理じゃない。これダメだ、二人が警戒してる。無理だこれ。これさ、正面からでも勝てない。正面からで一人おびき出して勝てないからな。こいや。あ、来いよ来いよ。えい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 、勝てたわ一応。いいのかこれで。えい、冬打ちだと一発で、正面からだと2、3発いったね今。そして行き止まりやんけ。ダメージ受けただけ、ダメージ受けただけだよ。なんだこの煙は。ゴリレたね、ゴリレル。ゴリラみたい。
降りれるんだ。いけないね。復活してる？復活しとるやん。えい！下だ。あ、下もいけない。え？ダメだ。いけないぞ。ここか？ダメだ。叩けない。え、えい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 ！いや、これ厳しい。右か。素直に右に行けばよかったのか？真正面おるやん。え？なんか見えない壁があるな。いけない。えい、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 えい。よし。あ、ごめん、上行けたか。ごめん、上行けてなかったのか。くそ。えい。すまん、行けたわ。軽自動車だ。とっとと愛車の場所まで戻らないとな。これ愛車じゃないの？あ、これか、これか、これか。よし！拳銃を見つけた。イェーイ。ダンス無限？かな？完璧。おー。はっ。弾無限じゃないと、尽きるぞ、絶対、途中で。どうなった？一方、その頃。おー、カジロいいよ。おばあちゃんだね。かっこいいの乗ってるね。足届くあれ。あのバイク、小暮さん足届くかな？上にちょこんと乗ってなんか、リモコンで操作すんのかな？ブーン。ゲームのコントローラーで操作するんじゃない？上に正座して。目が覚めたか。広っ。こことこ。体育館。悪いが勝手に運ばせてもらった。で、いろいろ布団があるのに、おばあちゃんは絨毯で寝かしてんの？ご老体に。はるこちゃんは、布団敷いてあげてよ。申し訳ない。まだ手つかずだ。手つかず！だが、捜索隊は手配した。準備が整い次第、産地を探す、とのことだ。準備ですって？裸で行ってこい！山賊どもめ！村の正気が消え去るまでだ。いつだよ、それは。来年。この村は、濃霧に覆われた。白い闇の中に、奴らは留まったのだ。日の光は完全に遮断されている。おばあちゃんもなんか能力使えるんじゃない？では、いつ探しに行くのです！念じただけで相手を殺せるみたいな。死の宣告使えるかもしれん、おばあちゃん。山には浮かずに近寄れん。我々も間一髪だったのだ。そんな。あ、寝ろ休み。自然現象さえ歪むほどの怪異。相当のものだということです。お？誰？誰？光の中から現れた。あ！どなたですか？被災の責任者だ。おばあちゃん安心せえ。迷子のお孫さんは生きてるよ。白スーツ。え？脳は多い。かわいい。連れて帰ろう。お土産に。なぜそんなことわかるのです？何でもかんでも我々には肌で感じるんじゃ。いいかおばあちゃん。わかったらここでおとなしくしておれ。詐欺師みたいなこと言うな。なんで肌でわかるって。ソースを出せ、ソースを。生きてるという。相談役は？は、倉庫に閉じこもっておます。おます。公民館で絶えず混んでる。あのアホも連れてこい。閉じこもってんじゃねえぞ、一人だけ。お土産。はるこちゃんごめんね。不甲斐ないおばあちゃんでごめんね。おばあちゃん悲しんでる。どうして嘘をついたの？嘘だった。やるしかねえ、もう。ああ、私たちそんなことわかるわけないのに。やっぱ詐欺師じゃん。ああ、でも言わんとあのばあさん一人でどっか行くぞ。嘘も方便ってやつだな。信じたの、おばあちゃん。なことよりちゃんと対策は練っとんのか。下手すりゃその子はダラの生贄に捧げなきゃならんのだぞ。ね、おばあちゃん悪くないもんね。無理やりこうさせられて。来たくないって言ったのに何回も。参列するだけでいいので。あの野郎、閉じこもりやがって一人。ショットガン持っていこう。
兄ちゃんが守ってやるからな。本当に？あ、お前を怖がらせるような怖いお化けは俺が全部やっつけてやる。春子ちゃん兄ちゃんいるの？小暮さんが兄ちゃんかな？小さい頃なんか一緒によく遊んだみたいな。かな？春子ちゃんのこと知ってたもんね。小暮ちゃん。小暮ちゃん、春ちゃんで遊んでたんじゃない昔。小暮ちゃん何歳？眠ってたのか。黒ちゃん、おはよう。おはよう。